北村銀太郎12月12日から1983年10月3日は日本の工業種、建築業者。建築業を経て寄せ経営に関わる。特に新宿末広邸の石邸を37年にわたって勤めて大旦那と尊称され、話かとは違った立場で落語界に重きをなした。北村銀太郎は年12月12日。 東京府四谷区四谷ダンス町で建築業を営む北村九次郎の長男として生まれる。青年の1890年は五代目古今亭、新章と同年であり、誕生日の12月12日は黒門町八代目桂文楽の没日と同じである。日露戦争の頃には四谷の芸者屋で、後の六代目、雷門スケロクとなる三代目、都屋歌ロクと出会う。また、 東京一の飛び職が経営していた四谷大横町の寄席清にも父に連れられて足を運んだりしていた。やがて清志石庭の息子と仲良くなって一人で出入りするようになる。公主学校卒業後、関東大震災より前のことは不明であるが、父同様に建築業者となった。建築業者としては映画館や東京吉本家の寄席の建築などを受け負った。 そんな中の関東大震災直後、当時の落語界の重鎮、五代目こと、五代目、流帝左楽と出会う。北村と、左医学は、助六の弟子の初代雷門福助を介して知り合い、北村は、左楽に勧められて、震災で消失したまま空き地だった下屋竹町の寄せ、トンボ県の跡地に三代目歌六改め六代目、助六と共同で、寄せ六十三邸を開業する。 客入りの良い寄せだったが小学校用地として買収されて1928年頃に会場から2年半ほどで閉場をした。計らずも飛びの頭が寄せを経営するという伝統を北村も継承したこととなった。年号が昭和になったばかりの頃、北村は湯島に左楽の家を新築した。やがて左楽が余興に出る際についていくほどの実根の中となる。 下って、左楽が1953年に亡くなった後、北村は、左楽の一人娘である末子を後妻とした。この左楽との親交が、新宿末広邸経営の伏線となる。太平洋戦争で、新宿も空襲で焼け野原となり、かつては、老局の定石であった、新宿末広邸も消失したが、当時の石亭が寄せを好んでおらず再建する力も持ち合わせてなく、 また借地だった。北村は北村で新宿駅前で闇市を開業して勢力のあった敵屋である関東をおずくみが掲げた光は新宿よりのスローガンに共鳴し廃墟に寄せを立ててやらうと意気込んでいた。決定打は左楽が寄せで失敗してもあそこなら住宅やマーケットを立てても食いっぱぐれがないからと進めたことで 北村は63邸経営で培ったノウハウと手持ちの建築材料、資金、そして芸人をよく知っているという強みをつぎ込んで1946年3月に新宿末広邸を過剰した。この時点では新宿末広邸が建つ土地は以前のまま借地であった。北村は壺7000円で130壺の土地を 地権者との交渉を幾度か重ねた末にすべて買い取ったが、このことは新宿末広亭が存続していく上で大きな出来事となり、似た名前の寄せであった人形町末広が土地持ちでなかったゆえに存続できなかったのと対照的であった。北村は続いて浅草に浅草末広亭を会場するが、ストリップ劇場の2階にあったこと、大家が詐欺師みたいなやつだったこと、 また、浅草そのものが低迷していた時期と重なったこともあり、危機いい寄せだったが2年程度で平常した。やがてテレビ時代が到来するが、北村はむしろテレビを歓迎し、1961年から1981年まで末広演芸会を放送する下地をこしらえた。80代後半になっても、後述の落語協会分裂騒動の裁定などで存在感を示し、また、 寄セは道場、育てながら売るとの信念から、若手話し家のための勉強会のために、夜の部が終わった後の新宿末広亭を解放するなど、90歳を超える、最晩年になっても落語界の発展と育成に尽力し、いつしか大旦那と呼ばれるようになった。1983年10月3日、北村銀太郎は、心筋梗塞のため、慶応義塾大学病院で亡くなった。 92歳を打つ。三遊亭まどか竹によれば、大名人六代目、三遊亭炎章にとって、北村は、唯一、頭の上がらなかった人であった。炎章、炎章一問とそれに賛同する話家による、いわゆる落語協会分裂騒動について、北村は炎章から、落語三遊協会の会員名簿を見せられた、最初の一瞬は、なかなかいいメンバーだと感じたものの、ほどなく、 メンバーの底が、いかにも、浅いことに気づき、鈴本演芸場が承知していたのに対して、反対の意を示した。北村曰く、演唱が、メンバーを、もう少し増やしてそこを厚くしてくれれば、落語参入協会を、新しい協会として認めるところであったが、演唱が、色物や落語芸術協会、情報落語からメンバーを呼べなかった、そういう努力をしなかったことが、 落語三遊協会不承知の理由とした。この点に関して、北村は炎症の一生の大失敗ですよ、と断じている。やがて、炎症は1978年5月24日に落語三遊協会結成の記者会見を開くが、これを受けて北村は翌5月25日に他の席定を集めて会議を行い、落語三遊協会と 落語協会の一本化を進め、一本化しなければ受け入れられないという決定を行った。一週間後の5月31日、炎章はこの日開催の TBS 落語研究会の場で、落語協会会長の5代目、柳谷子さんに大会届を出し、一門揃って落語協会を大会した。北村は、設定会議から5月31日までの間の、 いずれかに、炎章に、落語協会、落語参遊協会及び、石帝一同の三者による調停会議を、神田明神家の料亭、神田川で開くから出席するよう電話をかけ、会議は調整の結果、6月1日に行われることになっていた。ところが会議当日、炎章と五代目、参遊亭窓科学の姿は、神田川にはなく、しかも連絡なしの欠席であった。 窓片家は、炎症は、頭の上がらない、北村の朝廷に乗りたくないばかりに5月31日に、大会届を出したとしている。炎症と窓科学の無断欠席は、北村ら石帝の心象に悪い印象しか与えず、石帝一同は奮撃した。朝廷会議では、古根帝新朝ら、炎症の同調者一同が詫びを入れて、一応は復帰となったが、古参だから起こった。 交番を下げろとの声に対しては、北村は落語協会全体の問題だと捉え、協会がだらしがないからこういうことが起きる。古さんは会長を辞め、副会長や理事も総辞職すべきだと主張。その上で、新長ら脱会者の交番を脱会前のままにして、大会届を北村預けにするよう古さんに提案し、古さんはこれを了承した。 一年と少しが過ぎた1979年8月1日、北村は、炎章、窓科学、小寒及び、上野の石庭と新宿末広邸で会合し、慶長の石では、お付き合いを続けていくことを確認した。それから1ヶ月過ぎた9月3日、炎章は79歳の誕生日に、津田沼の一角で急成。上野動物園のジャイアントパンダ。 乱乱の死と重なり、一部メディアでは、炎症の交番は乱乱より下となってしまった。これについて、北村曰く、ついたちずらしやよかつたんだ、前か、後に。そのくらいの芸を見せたつてよかつたのにさ。あのぐらいの芸を持つてすれば、そのくらいできた、だらうに。それとも、その程度の芸もできないほど弱つちやつてたのかな。2ヶ月後の11月8日には、 炎症夫人の山崎花が北村のもとを訪れて円楽門海外の炎症一門の落語協会復帰に手を貸してくれるよう依頼。古参にも頭を下げた結果円楽門海外の炎症一門は1980年2月上席から落語協会に復帰した。北村は騒動の背景に交番の問題があったとし交番に関わる新内の問題にしても 真打ちに昇進できる実力を持った者しか昇進させない炎章の考え方とは異なり、前座5年、二つ目10年で真打ち、あとは自分の力で勝負しろという考え方であった。北村が選ぶ昭和期の大御所の順位は、文楽、新章、三代目、三遊亭金馬、炎章で、特に黒門町の首位は揺るぎないもので、芸と人間性の両面に引い出た話かと評価。 演唱は芸のレベルまで人間が行っていたら、明治の大炎朝以来の話かと評する。下の世代のうち、俗に落語四天皇の面々では身長が何より筆頭で、立川男子と窓科学は自分を作っていると一枚下であったが、さらに踏み込むと男子は入りの良くない池袋演芸場に頻繁に顔を出す。点は評価しながらも、 歪んだ感じで進んでゆくことからは、免れ得ない、円楽に至ってはテレビで見た、神経重ねが淵、と吉川の死での仕草がめちゃくちゃなのを見て、何年経つ、経つて、炎症さんの息には達しそうにないよと切って捨てた。残る五代目月の家炎鏡は、扱いが少ないが、懸命に勉強しだしたから偉いよ。四天皇に続く話し家としては十代目、柳屋子三次、九代目入選亭。 大木橋の名を挙げ、昭和55年当時の若手では、落語協会では、春風亭小朝、落語芸術協会では、初代三、笑い亭夢丸を高く買っており、特に小朝に対しては雷を落としつつも、二つ目時代から中入り後に出番を作るなど目をかけていた。金回りと、みなり部門の横綱は六代目、春風亭やな橋で、部門の離れた二番手は、新長であった。 しかし、北村が実際に接した話課の中で、段違いの総合トップは、新宿末広亭経営というターニングポイントを与えるなど、亡くなるまで意見していた左楽である。北村を取材した富田人氏によれば、左楽に関する話は取材ノート23ページ分に及び、16ページ分の黒門町よりも多かったという。最初の妻は、 1954年に66歳で没した北村静である。静は晩年寝たきり状態であり、北村は静に見せたい一心でテレビの購入を考えたが高すぎて手が出せなかった。上述のように左楽の娘で、左楽没後に結婚した5歳の北村末子が亡くなったのは1976年であり、気落ちした北村がスタッフ要員として呼び寄せたのが、 長男の北村和夫の息子にあたる北村育夫生まれである。娘のうち長女の京子は再会直後に北村の誘いで支配人を務め、後に演芸評論家として真山圭介と名乗った杉田健二と結婚した。後に二代目石帝を務めた。和夫は北村の葬儀で喪主を務めた後二代目石帝となるも、病気のため、 長く実務を行っていた京子が引き続き災配を振っていた。北村は寄席の栄子清水を目の当たりにしていたためか、新宿末広邸を子や孫に継がせる発想を持っていなかったが、新宿末広邸は京子なきとは、幾を京子の息子の真山幸光が代々石邸を務めている。また、次女の孔子は新宿末広邸裏にある喫茶、楽屋のオーナーを務め、 公子の娘が楽屋のオーナーを継承している。ちなみに、和夫京子、公子は新宿区立淀橋第一小学校に通っていたが、3人が通っていた時の先生の一人に、氷山という人物がおり、この氷山の息子が10代目、柳屋子三次である。現在の台東区台東4丁目、63丁の名前は、賭博で数字の9が、 最も強いことから、6プラス3イコール9というわけで、賭博好きの6代目スケ6にちなんだ命名。現在は映画館建設用に確保していたものを転用した。映画館の建設中止は震災の影響ではなく、摂主が詐欺師同然だったため、跡地は2015年現在、台東区立平成小学校の敷地の一部になっている。末この名前は、 タウンライフ新宿によるが、北村自身は、おせいちゃんと呼んでいた。三平食堂、現在の三平スと浅草店の場所にあった。当時の人気漫才師の加スガ三級、テルヨや、手品師の伊藤一洋から承諾を得ていた。髪型からメンバーを呼べばという発想については、炎症の天敵である八代目、林家昭蔵も、男子の検索という推測ながら触れている。 当時は十代目金原邸馬生。当時は四代目三遊亭金馬。三代目三遊亭円化。五代目春風亭流浅。生徒とももりのことか。タウンライフ新宿では石川光子を末子との娘としているが、左落没後に結婚した北村末子の娘が昭和33年に大学を出ていることになっているなど辻妻があっていない。 ありがとうございます。